今日の午前1時8分頃ですけれども、日向灘を震源とするマグニチュード 6.6 の地震がありました。最大震度で5強を観測する大きな地震だったんですけれども、こういった場所で地震が起きますと、南海トラフ地震との関連性を心配される方もいらっしゃるかと思います。そもそもまず南海トラフ地震とは何か、こちらからご覧いただきましょう。こちらの図はですね、プレート日本付近を覆っておりますこの岩盤の位置を示したものになります。日本付近には4つのそのプレートがあるんですけれども、南海トラフというのはこのフィリピン海プレート、そして大陸のこのユーラシアプレート、この2つのプレートが関連をしたものになります。南海トラフと言いますけれども、トラフというのはですね、海溝、海の深いところになりきれていない、それでも比較的深い海の場所のことを表しております。でもう一つ、その南海トラフの位置なんですけれども、こちらになります。これがその、海の中でやや深くなっているところですね。海溝になりきれていないやや深い部分となります。でこの南海トラフとその北側に、大きく想定震源域というんですけれども、南海トラフ地震が発生した時にですね、岩盤が、壊れる可能性があるエリアをこのように、想定しております。でこのエリアのうち今日起きたのはこの西の端ですね。こちらで今日の地震が発生をしたということになります。でこの南海トラフ巨大地震の想定震源域の中、つまりこの赤く表現しているところの中で大きな地震が発生した場合はですね、気象庁から南海トラフ地震に関する臨時情報というのが発表されます。その上でその後の見通しについて検討するというのがあるんですけれども、この条件にはいくつかあります。で今回の地震は臨時情報を発表するマグニチュード 6.8 を下回っておりまして、その発表は見送られた形になっております。ではですね、現在の情報で推定されること、こちらをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、これはですね、プレートが沈み込んでいる場所の断面図になります。今回の場合ですと、こちら海洋プレートとなっているのがフィリピン海プレート、今回では日向灘の方になります。そして右側、こちらが、今回では、九州というふうにお考えください。北から見たイメージ図となります。で地震波の解析によりますと、今回はこの海、フィリピン海プレートのですね、内部が壊れて起きた地震というふうに推定されております。一方ですね、南海トラフ地震というのはこのプレート境界、この2つのプレートが擦れ合っているところが壊れて大きな地震が発生するというものになりまして、今日起きた地震とはそのタイプが違うということになります。つまりはですね、このように今回はちょっと深いところで起きまして、このプレート境界には影響を与えていない可能性があるんですよね。でこのプレート境界で地震が発生する、発生した場合ですね、一点ちょっと、怖いところがありまして、ここの部分のこのエネルギーが、解放されてしまうと、その周りに、歪みが溜まるなどして、より大きな地震につながるということがあるんですね。で、南海トラフ巨大地震の臨時情報の条件にもこのプレート境界、ここで、異変があったり、地震が起きるとこういうことが、条件のポイントとなっております。ですので今回の地震、午前1時8分頃に起きた地震に関しては、直接の、前兆にはつながらない、タイプ、そういった可能性があるというふうになります。このあたりはですね、来月行われます南海トラフ沿いの巨大地震に関する評価検討会の、定例会合において、検討されるということで、これも要注目ポイントになりそうです。今回は南海トラフ巨大地震の直接の前兆ではない可能性もあるんですけれども、一方でですね、余震そのものは、まだまだ活動が活発ですし、南海トラフ地震についても向こう30年間で起きる可能性は 70% から 80% 程度と推定されております。またそれより前のタイミングで、西日本の内陸部中心に大きめの地震が何回か起きる可能性も指摘されております。
まあ、引き続き普段からの地震への備えは必須と言えます。こういった最新のトピックス、あるいは地震情報に関しては、お天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。